ウィリアム・フォーサイスは、アメリカ合衆国ニューヨークブルックリンクベッドフォード、スタイベサント地区出身の俳優。初期の作品では、ビル・フォーサイスの名義でも出演している。10歳頃から舞台に立ち、17歳で、プロデビューする。20代前半で、ロサンゼルスに移り、クレイジーポリス大追跡で、早くを演じ、映画界に進出する。1984年の、 Once Upon a Time in America で、モップスの一員として出演してから活躍の場を映画に映し、赤ちゃん泥棒、テロリズムの夜、パティハースという怪事件などで存在感を発揮する。1991年には、ウォーターダンスで、半身不随になった元棒相続のブロス役を演じ、高い評価を得た。その後も名脇役,役として、数多くの作品で存在感を発揮している。 1993年から1994年まで放送されたテレビシリーズ新アンタッチャブルではアルカポネを演じた。父親はテレビドラマチャーリーズ・エンジェルでチャーリー・タウンゼントの声を担当していることでも知られる俳優のジョン・フォーサイス。ありがとうございます。